えー、人と人、えー、心と心が通い合っている時というのは、えー、私たちはこのの上ももない幸せを感じるものですそのために私は感謝の心とそして常に自己を顧みるこの反省の心とそして相手を思いやる敬意の心この3つがとても大切だと思います。 なぜ私がこういう考え方に至ったかというと昔大千日行とは一日48キロの山道を千日間歩き続けその行が終わると今度は9日間に及び飲まない食べない寝ない横にならないという修行を続けます。 私は幼い頃この修行をある日テレビで知りましたとても純粋な気持ちでこの修行に挑戦したいと思いましたなぜ10代の子どもがこのような修行に挑戦したいと思ったのかは分かりませんが小さい頃からみんなが仲良くするためにはどうしたらいいんだろうそして どうして人と人とは争うんだろうそれを解決するには一体どうしたらいいんだろうということにとても興味を持っていたからかもしれません私が挑んだこの戦日解放行をお話しする前に少しだけ日本人が持つ宗教観についてお話ししたいと思いますこの日本という国には 昔から日本人が信じてきた神道という民族の宗教がありました。そこに五百三十八年、大陸から仏教が伝わって。この二つはともに排他性と独善性が少ないため、日本において結びつきました。大自然に対しての共存や感謝の気持ちを大切にする神道と。人間がよりよく生きていくための。 生き方を提示してくれる仏教がこの日本という国において深く融合しやがて和の精神を大切ににするようになりましたそして大自然に生かされているという世界でも珍しい考え方をするようになったのです。例えば2011年3月11日この東北という地域に大きな地震と津波が襲いました。 私たちは大きな苦しみと多くの困難を抱えました深い悲しみの中でも人々は互いに助け合いそして食料を分け合い和の精神を大切にして精一杯生きておりましたその姿が世界中に発信され日本人は素晴らしいと多くの賞賛を得たと聞いております 震災からしばらくするとある海外のメディアがこの日本という国の人たちは大自然に生かされているという考え方を持っていていつまでも自然を恨んではいないこれには驚きですとコメントしたことがとても印象的でしたそういう信仰感のあるこの日本ならではの修行であるまさに 大自然と向き合う大峰千日開放行に挑戦するため私は奈良の吉野山金,仙寺,を金仙寺に向かいましたこの行に入ると1日4 8キロの山道を16時間かけて毎日歩き続けなければなりません。そして5月の3日から9月の3日までの4か月間を行の期間と定めその期間は雨が降ろうが嵐が 雇用がどんなに体調が悪かろうが途中でやめることができませんもし万が一途中でやめなければならないと自分で判断したならば担当でもって腹を切ってその場で行を終えるという厳しい掟がありますなぜそこまで厳しいかというとたった1日でも48キロは大変なことこれを1000回も続けるということは死ぬくらいの覚悟がなければこの行には入ってはいけません という強い戒めのための掟であり命を軽んじている考え方ではありません行に入ると毎日23時30分に起床しますそして滝に入り装束を整えおにぎり2つと500ミリの水をもって午前0時半目立つ山頂が24キロ先にある1719メートルの大峰山山頂を目指します 途中急な斜面や断崖絶壁のような悪路もありまさに一瞬一瞬瞬がが命がけです山頂到着が朝の8時30分そこでおにぎりと水を補給しまた来た道をたどって帰ってくると夕方の3時半そこから掃除洗濯次の日の用意をしてまた4時間半ほどの睡眠でこの4か月を通します。1日のほとんどが おにぎりと水で生活しますので1ヶ月ほどで栄養失調でボロボロと杖が割れてきます3ヶ月目になると40度以上を超える気温の中歩きますので血尿が出てしまいます山では熊、イノシシマムシがいつ襲ってくるか分かりませんそういった中を日々精一杯前を向いて歯を食いしばって修行をいたします 行の中で私は心に思ったことを日記に書き綴っていましたそれを拝読してみたいと思います17日目行者なんて次の一歩がわからないんだ行か行かないからじゃない行くだけなんだ理屈なんか通りゃしないもし行かなければ担当で腹を切るしかないそう次の一歩がわからないんだ 行に入ると肉体的精神的には非常に日々極限状態に追い込まれますしかし心の中はいつも潤っていましたそれはなぜかというと自分がこの行を通して精一杯努力をして何か世界の人たちのために何かお役に立てるような人間になりたいといつも心の中で強く夢や希望に満ち溢れていたからかもしれません しかし1,300年の中でまだ一人しか達成し、ね、していないというこの修行は困難を極めました最低3回は生きるか死ぬかの試練があると言われておりますまず1回目は大きな崖崩れに巻き込まれそうになったこと2回目は熊に襲われかけたけどそして3回目は488日目から10日で11キロも痩せてしまうという体調不良でした 489日払いたいたまらん体中の節々が痛くたまらん道端に倒れ木に寄りかかり涙と汗と鼻水を垂れ流しでも人前では毅然と俺は人に希望を与えさせていただく仕事人の道場を買うようでは餃子失格だと言い聞かせやっと蔵王堂に帰ってきたなんで48キロ歩けたんだろうさっき近所のおばちゃんが 狩りやね元気そうやねと俺は「はいありがとうございます」と答えだが本当は違うんだよ俺の舞台裏は誰も知る人はいないだろういや知ってくれなくていい誰に見られることを意識しない野に咲く一輪の花のごとくみほてけに対したら記憶正しくありたい何日も高熱が出て何も食べることができずそして私は4 9九十 日目とうとう山の中で力尽き闇の中に倒れてしまいましたその時の心境はというと辛いとか苦しいとかという感覚は全くありませんでしたそして何かにくるまれているようなそういう感覚でしたそして朝を迎えたら自分がここで死を迎えると自分で感じておりましたすると幼い頃からの記憶がよみがえりいろんな人にお世話になったことを思い出し こんなところで倒れてはいけないと強く前に進んだから今自分がここにあります人間が生死をさまよいような体験をすると人生観が変わると言いますけれどもその後書き継いた日誌を読んでみましょう563日人間は皆平等であると思いますこの地球に生まれ空気も水も光も 平等に与えられていることを感謝しなければならないと思います夜空の星の数は人間が一生かかっても数え切れないと言いますそれを考えたならばもっと心豊かに生きてい,けいかなければならないと思いました自分の胸に手をやれば心臓が動いていますしかし永遠に動いていることがないと思えば人生という与えられし限られた時間を大切に生きれるはずです 自分を大切にするように人をも尊重するということも忘れてはいけないと思います思いやりの心が私たちに幸せをもたらす道です朝起きる歩く食べる寝る人間生活の原点に帰りたった一人お山にいるとこんなことを考えてしまいます同じことを同じように繰り返して情熱を持って毎日を過ごしていると悟る可能性があると 今から年前がが言われまましたここに行の意味があります日々汗し涙しそして歯を食いしばり歩いていると人間として大切なものは何かということに自分が気がつき始めます。その極限の世界で感じたことが感謝の心であり反省の心であり相手を思いやる敬意の心だと。しかしかここういういとは とても日常当たり前のことであって小さい頃家庭で教わるようなことですけれども自分自身が本当に生きるか死ぬかの瀬戸際になった時にこういうことが大事だったんだということが心の奥そこで実感できるようになるのであります大切なのはあらゆる存在との調和だと思います我々 一人一人はかけがえのない存在であります。誰でも自分がかわいくて自分が大切です。だからこそ自分を大切にするように人を尊重するということを第一に考えなければなりません。心から相手を思いやるその思いやりの心や言葉や行動が 人と人とをつなぎ合わせその功徳が回り回って自分の心を潤しそして我々が光ある人生へと導かれていくことでしょう争い対立からは心喜びは生まれません今与えられたこの環境を真摯に受け入れて向き合ってみることも大切です 向き合うことによって初めて何かが生まれますそして絆が深まりますもちろん向き合うことによってさまざまな問題を抱えてしまったり困難を抱えてしまうかもしれませんしかし互いに尊重し合い敬意を払い話し合うことによってそこで新しい方向性が見えてくる場合もあります 私たちこの東北人も大きな困難と向き合いそして絆を深めてきたからこそ今ここまで復興してまいりました日本人はよく曖昧だと言われますけれども決してそんなことはありません多岐にわたる選択肢の中から人と人とをつなげてそして良き方向へと考えられる民族です この和の精神を日本の東北から発信していかなければならないと私は思います世界中の人と人そして国と国宗教や文化が互いに敬意の心を持ってお互いを尊重しそして素晴らしい世界がこの世の中に 実現すすることを心から深く願います世界の平和や我々一人一人の人生に幸あれとみんなで祈りましょうそして今日も世界のどこかで食料がなく大変な思いをしている人たちこういう人たちのために何かできる範囲内で私たちが行動を起こさなければならない時期だと思います心を広く持ってみましょう この大自然は微妙でかつ素晴らしいバランスでもって包まれ込まれております。人間がどのような技術をもってしても作られない素晴らしい世界に包まれています。ここにいることだけでも感謝だと思います。そして人と人、心と心が通い合ったとき私たちはこの上もない幸せを感じるものだと思います。そのために 私たちはこの地球に生まれてきたんだと思います皆さんの人生に幸あれと心から願いますありがとうございました